パリのオーステルリッツ駅から列車に乗り向かったのはフランス中部の都市リモージュ。パリから鉄道でおよそ3時間。ルノワールは1841年、磁器の産地として繁栄したこの町で生まれました。ここはリモージュに現存する最古の工房です。中に入ってみました。台の上に乗っているのは磁器を作る型です。こちらは絵付けの作業場です。ルノワールがリモージュで暮らしたのは3歳までと短い期間ですが、後の人生に大きな影響を与えます。パリで生活を始めたルノワール、少年の頃に絵付け職人の見習いとなりました。ルノワールが絵付けした時期が残っています。この卵型の装飾品です。しかし絵付けの仕事は長続きしませんでした。大量生産の煽りを受けて失業してしまうのです。奥に見える建物はルノワールが入学したエコール・ド・ボザール。失業により画家を志し、本格的に絵を学び始めます。当時多くの画家が集まったモンマルトル。ルノワールもここで多くの作品を描きました。1860年代、モネやシスレーとの出会いを通じて新しい絵画の確立を目指したルノワール。印象派の美学を凝縮していきます。名優モネとフランス絵画の新時代を切り開いた二人、友情は生涯続きました。ルノワールがアトリエとして使っていた建物は現在モンマルトル美術館となっています。美術館の中庭はブランコの舞台となりました。子供たちが何かを見ています。上空に突き出た風車。ここはムーランドラギャレットの舞踏会の舞台となった場所です。今も昔もモンマルトルは芸術家にとって特別な場所です。ここはパリ市が運営する施設。国内外の芸術家たちが今も暮らし展示会を開いています。ルノワールはパリ近郊の街でも多くの名作を残しました。パリから車で1時間のマルロット。このレストランは1866年に描いたアントニーおばさんの宿があった場所です。近隣の村々にも家族と訪れたといいます。後に次男で映画監督となるジャンは映画ピクニックを緑豊かなロワン川で撮りました。セーヌ川沿いの町シャトゥー、ワルツを踊る女性が印象的な田舎のダンスの舞台となりました。踊っているのは後に妻となるアリーヌ・シャリゴです。1890年、アリーヌと結婚後、夫人の故郷エソワをよく訪れます。この地を気に入り自宅を構えました。
敷地内にあるアトリエは美術館となっています。晩年リュウマチに悩まされたルノワール、車椅子を使い制作を続けます。夫人が亡くなった後も作品への情熱は衰えませんでした。晩年の活動拠点となった南仏カーニュシュルメールで大作浴女たちを完成させます。78歳で亡くなる直前のことでした。ルノワールの墓がエソワにあります。リモージュ、パリ、エソワ、カーニュシュルメールとフランス各地にその足跡を残したルノワール、本人の希望で妻の故郷に埋葬されました。妻と息子たちも静かなこの村に眠っています。